こんにちは、カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、ワタリガニと伊勢エビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、伊勢エビとワタリガニっていうことでね、買ってまいりましたよ。まずこちら、ワタリガニですね。さっきまで生きてたんですけど、全部氷締めしてくれてあります。で、こちらが伊勢エビですね。伊勢エビはちょっと素手で触るのは危ないです。今日はこちらの高級ガニと高級エビ買ってきました。で、こちらでケジャンを作っていきたいなと思います。ケジャンでした。今日の動画は何かなって思いましたよね。もうね、だいたい僕の動画でワタリガニが出るときはケジャンです。で、今日買ってきたワタリがメスなんですけど、で、今からのシーズンってもう内子が外に出てきちゃって外子になっちゃうんですよ。こっちではデコデコって言うんですけど、デコになっちゃうとケジャンにあまり向いてないんですよ。やっぱりカンジャンケジャンっていうのは内子のトロッとした食感がね、すごく大事です。うまいです、あれがあると。水槽の中から選んできたんですけど、もうかなり外に出ちゃってる子が多かったです。で、この子たちはね、まだほら、こう内子入ってます。ここ黄色いですよね。この黄色いのが内子が入ってる証ですね。ほんで、ワタリガニだけだとちょっと面白くねえなということで、この伊勢エビでカンジャンケジャン、まあ正確にはカンジャンセウですね、伊勢エビもつけちゃいたいと思います。伊勢エビは僕やったことないんでね、ちょっとやってみたいと思います。こうしたらちょっと一回伊勢エビを締めます。ほんと元気すぎる。氷締めしていきます。おっとっとっと、ちょっとおとなしくなってもらいましょう。よし、そしたらワタリガニを洗っていきます。ゴシゴシゴシと、もう毎度おなじみの作業ですね。甲羅のここですね、汚いところをブラシでゴシゴシと。で、このふんどしの裏ですね、ふんどしの裏も汚いので、きれいにゴシ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 と洗っていきます。そしたらこのふんどし、僕これ取っちゃいます。取らずにここにプスッと穴開けてタレを染み込ます方法もあるんですけど、ふんどしのここを食べるとこないし、このひらひらがちょっと汚いような気がするんで、もうここでね、切っちゃいます。マシッと、こんな感じで、キワッキワで切るんじゃなくて、このぐらいで切る。そうするとここにちょこっとだけ内子が入ってるんですよ。この内子がこっちに残りますんで、もったいなくないですね。広げてここら辺ですね、ここら辺からチョキンと、こんな感じ。もうこの段階でもう内子バッチリなのが分かりますね。今シーズン最後かな。もう今からの時期はオスガニがうまくなってきます。オスガニの身はね、うまいんですよね。身を食べるんだったらやっぱオスが美味しいと言われてます。でもケジャンにするんだったら内子バッチリのメスガニがいいって言われてますね。はい、こんな感じ。そしたらこちらは一回冷凍します。いろいろ作ってみて分かったんですけど、絶対一回冷凍した方が美味しいです。なんで冷凍するかというと、一回冷凍することによってワタリガニの身がトロトロになるんですよ。生きた新鮮の状態だとちょっとプリップリしてて、あのトロッとした感じにならないんですよね。このケジャン作る際は冷凍絶対大事です。よし、そしたら次こちら伊勢エビちゃんですね。だいぶおとなしくなりました。で、こちらの伊勢エビも冷凍かけます。冷凍して一回身を柔らかくして味を染み込ませると。ほんで、この伊勢エビ頭ごとつけて一匹丸ごとのカンジャンセウを作ると、それかっこいいと思うんですけど、この伊勢エビの頭ってもう可食部がすごく少ないんですよ。味噌とこの足のところがちょこっとあるぐらいなんですよね。なのでケジャンにするのはちょっともったいないと思うんですよ。なので頭は取って、頭は頭で僕の朝ごはんの味噌汁とかにしたいです。よし、そしたらさばいていきます。いただきます。素早くさばいていきます。まずはこの裏に V 字1本2本入れてくりっと回して、こんな感じ、裏向けてここですね、ここの付け根に V 字に入れてくりっと、こんな感じですね。で、伊勢エビの頭はここのラインに包丁入れます。こうですね。そしたら足持ってパカッと、こっち側もパカッと外します。そうするとここエラが出てきますんで、このエラを取っていきます。ビリビリビリと、そうですね。なんかエラが赤いですね。伊勢エビって個体差がすごくあるんですよ。これ見てもらうとよくわかるんですけど、1匹目の方は身が真っ白なんですけど、2匹目身がオレンジですよね。不思議ですよね。もう一回いきますよ。この真ん中のライン、ここ柔らかいんですよ。ザクッと入れて、足持ってグッと、簡単に取れるんですよね。足持ってパキッと、でここにエラがついてますんで、このエラを取ると。このエラはね、食べられません。エラついてると雑味が出ちゃいますんで、エラは極力取った方がいいですね。でちょっと大きい場合はここで半分に切ったりだとかします。パキッと、こうですね。でお味噌汁にする場合は足を切ってあげる、
こういう風に、こういう風に切ってあげると、ここからより出汁が出てきますんで、こうやって足をちょんとこう関節の上から切ってあげるといいと思いますよ。こうですね、もう伊勢海老は高いんでね、余すことなく美味しくいただきたい。本当に伊勢海老の味噌汁はめちゃくちゃうまいですからね。はい、これで頭の処理の完成。意外と簡単ですよ。よし、そしたら胴体ですね。そしたら胴体のこのヒレヒレ、これ切っちゃいましょうか。これ邪魔なんでチョキチョキと。こんな感じですね。で、多分背綿が入ってると思うんで、背綿抜いていきます。面白い抜き方があるんですよ。尻尾の付け根にこう穴開けて、伊勢海老の角ですね、で伊勢海老の角の太い方をこう入れます。ここにこう入れて、くるくるくるっとしてピュッと引くと、ほら、この伊勢海老のトゲトゲに背綿がくっついてくるんですよ。こういう風に穴開けて、太い方くるっと回してピュッと、こういう取り方もありますね。よし、そしたらこちらを半分にしていきます。伊勢海老の殻硬いんで、できればデバでやった方が簡単に半分にできると思います。重たいデバでズドンと、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。よし、そしたらこちらを一度ラップをして冷凍かけちゃいます。今日は凍らす時間1日なんで、マイナス60度でキュッと凍らします。よし、そしたらタレも作っちゃいましょうか。そしたらこちらですね、毎度おなじみの昆布と椎茸の戻し汁ですね。これがだいたいね 1.5 リッターぐらいですね。ザーッと、まあ、分量はね意外とざっくりでもケジャン美味しくできちゃうんですよね。で、椎茸が好きなだけ入れてください。もうちょっと入れてもいいかもしれないですね。もうちょっと入れます。はい、こんな感じ。これがベースとなっていきます。ほんでここにこちらママカリ煮干し、普通の煮干しでもいいんですけど、ママカリがね一番うまい気がする。ザッと全部入れちゃいましょう。そしたらここに大根ですね。大根も洗った大根、皮ごとでいいです。輪切り、ザク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 と。で、大根入れます。で、お次リンゴですね。リンゴももう輪切り、何でもかんでも輪切り、もう切れとれば OK です。サクッと。ほんで梨がないですよ今の時期なので、僕梨の代わりになるものを見つけました。こちらですよ、インドナツメ。もっとねえよっつってな、僕もそう思います。この前買って食べたら味が梨そっくりだったんですよ。なので冷凍してきました。なので今日は梨の代わりにこのインドナツメ入れます。絶対うまいと思います。ほんでノーマルナツメも入れます。これですね、肝臓ですね。この根っこ、ごぼうみたいな匂いがするやつ、ちょっと漢方っぽいやつですね。甘草って書く、多分肝臓って読むのかな。肝臓をサラサラサラっと入れます。これ入れるとね本格的な味になるんですよ。なかなか売ってないんですけどね。で、次こちらペッパーですね。ブラックペッパーでもいいんですけど、今日こうやって、まあ、いろんなミックスペッパー入れます。サラサラサラっと。で、次生姜です。軽く洗った生姜を、ザクザクザクとバシャーっと入れて2つぐらい入れちゃいましょうか。もうケジャンのタレ作りはもう思い切りが大事。次こちら現在高騰中の玉ねぎですね。もう玉ねぎは絶対に必要。結構入れちゃっていいと思います。2玉入れちゃいます。あとは鷹の爪3本ぐらい入れましょうか。で、ちょこっと梅酒も入れます。ほんで長ネギ、こうネギの青いところ入れます。よいしょ、青いところをバサッと。ほんでお次みりんを入れます。で、これみりんの量なんですけど、水 1.5 リットルに対して正直これ1本ぐらい入れた方がうまいんですよ。ちょっともったいないと思うんですけど、みりんはたくさん入った方が絶対うまい、そういう結果がもう出てますタンジャン TV では。なのでもうみりんは1本入れちゃいます。で、僕結構いいみりん使ってますけど、多分みりん風味の調味料とかでもいいと思います。とにかくみりんをたっぷり入れる。これで今だいたい水が 1.5、 みりんが500で2リッター。あ、ほんで忘れてた、にんにくがありましたね。にんにくも入れちゃいます。にんにくも1個入れちゃいます。剥いて、まあ、ちょっと潰して入れた方がいいかもしれませんね。よいしょ、はい OK です。そしたら
醤油を入れる前に一度これ煮立てます。よいしょ。だいたい20分ぐらい煮込みます。あんまり煮込みすぎると水が蒸発しまくっちゃってタレが少なくなっちゃいますんでね、まあ、20分ほどコトコトとお野菜がしなっとなるまで煮込んでいきます。はい、では20分ほど煮込み終わりました。いい香りがしております。でここで一度味見。いい色ですね。うわうまい。結構今日甘いな。なんでこんな甘いんだろう。すげえ甘い。そしたら一度止めて、ここに醤油ですね、韓国の仁醤油を使います。これがね一番しっくりきます。ざーっと薄口っぽい醤油ですね。これを1本入れちゃいます。とりあえず1本。これが 860ml ですね。1リットルちょっと切るぐらいですね。ちょっとこれで味見します。うまー。もうちょっと濃くてもいいと思うんで 140cc ぐらい入れます。なんで醤油1リットルですね。ほんでいつもだとこの状態で中の具材を取り除いてタレ冷やして漬け込むじゃないですか。今日はこの具材が入った状態で丸1日冷蔵庫で寝かします。そうすることによってよりいろんな食材の出汁が出ると思うんですよね。絶対そっちの方が美味しいと思いますんでね。今日それでやってみましょう。で今日はねちょっと本格的にしたいんで、こちらシナモンスティック、これも入れます。シナモンちょっと半分にしました。半分このままポンと入れときましょう。もしそしたらこれを冷蔵庫で1日冷やし込んでいきたいと思います。それじゃあ1日後に移動。よいしょ。はい、そうしましたら1日タレを冷やし込みました。うわー、めっちゃ本格的な香りする。やっぱね最後に入れたシナモン、これ大正解ですわ。じゃあこれこしていきます。お鍋、ザール、こんだけ具材が入ってますからね、そりゃうまいよね。はい、これが極上のケジャンダレです。いい色してますね。ちょっと味見してみましょうか。ちょっと待って、すっげーうめー。ちょ、毎回ケジャン作るたびにこれ言ってますけど、今まで作ったケジャンのタレで一番うまい。本当に一番うまい。今回これちょっとレシピ概要欄に書いておきますわ。これ皆さんと共有したい。めちゃくちゃいい。よし、そしたらよく煮沸消毒した壺の中にタレを入れていきます。醤油込みで3リットルタレ作ってもなんだかんだで半分ぐらいになっちゃうんですよね。そしたらここにこちらの1日冷凍させた伊勢海老とワタリガニ入れていきます。伊勢海老はこのまま入れます。でワタリガニは少し流水で解凍してから入れていきます。はい、ワタリガニ解凍できましたらタレの中に入れていきます。うん、もう3倍ぐらいは漬けれましたね。そしたらこちらを2日3日漬け込むんですけど、1日1回カニを取り出してタレを煮沸して冷やして、でカニを戻すという作業を毎日やります。2日漬けるなら2回、3日漬けるなら3回ですね。そうすることによってこう煮沸消毒されて雑菌を殺すことができます。よし、そしたら2日後に移動。はい、というわけで1日経過しました。ほんでね、昨日寝とる最中に思ったんですよね。今回ワタリガニもかなり小型だし、伊勢エビ割ってむき出しになってるんで、2日3日やるとタレが染み込みすぎてしまうんじゃないかなと思いまして、ちょっと一回揚げてみていい感じだったらもう今日食べます。どうだ、いい感じだな。すごく染みてますね。そうだな、今日食べてみましょうかね。ワタリガニもいい感じですわ。食べます。そしたら今日は赤いお皿に盛り付けていきます。ワタリガニちゃんと、でこちら伊勢海老。うわ、めちゃうまそう。こりゃ最高だな。でタレもちょっとかけて、はい、これでワタリガニと伊勢海老のカンジャンケジャンの完成。はい、そしたらね、ちょっと今日これ届いたんですよ。じゃん、マジャク、干潟にいるやつ。これアナジャコですかね。こいつね、めっちゃ好き嫌い分かれるんですけど、僕は好き。結構独特な香りがあるんですよ。ちょうどこの子届いたんで唐揚げにしてみましょうか。泥の中に生息してるんで綺麗に洗います。で水気をしっかり取って、お、すげえ、まだめっちゃ生きとるわ。そしたらここに塩コショウを振っていきます。ほんでジップロックに入れて、で片栗粉をドバッと入れてまぶしていくと。よし、これで油の中にぶち込んでいく。そしたら油の中にいってらっしゃい。あっちっ、
こうなるんですよね。よし、もういいでしょう。カラッと揚がりました。はい、こんな感じにカラッと揚がりましたんで、お皿に盛り付けて、柑橘を添えたら、はい、マジャクの唐揚げの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあちょっとマジャクの唐揚げ熱いうちにいただきたいと思います。すだちをちょっとかけて、これはうまいですぜ。じゃあちょっと尻尾の方からいきます。いただきます。うわっ、うわっ、うまっ。で、頭のところに味噌がたっぷり入ってて、ちょっと味噌ね、やっぱ独特な香りがあるんですよね。これが苦手っていう方も多いと思いますわ。この独特な香りが僕好きなんですよね。頭もね、意外と柔らかいですよ。うん、ボリボリいける。本命いきましょう。まず今日の本命です、伊勢海老です。いきましょう。上手に取れるかな。おお、いい感じ、いい感じ。柔らかい感じになってますね。ピロ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 ポッと。うまそう。タレにしっかりつけて豪快に手でいただきます。うん、うん、うまっ。やばー、これ贅沢すぎる。食べ応えがやばいね。ブリンブリン。一回冷凍したんですけど、なかなか繊維は壊れてないですね。よし、じゃあ渡里ちゃん行きましょうか。一日なんでね、どんな感じになってるか。いいよ。うわ、打ち粉はバッチリ。こんな感じ。やっぱちょっと浅いかな。いきますよ。パキッと、パキッ。お、でもほら、染みてますね、ちゃんと。これですよ。タレにつけて、いただきます。うん、うまっ。極上です。でもやっぱりケジャンときたらこの白米ですよね。白米にたっぷり身を乗せて、でこの甲羅の中の打ち粉と味噌もここに乗せちゃうと。ケジャン僕めっちゃ食ってきましたけど、打ち粉がありきですね。ケジャンは打ち粉ないとやっぱ物足りない。これです。こちら、いただきます。伊勢海老もうまいけど、このケジャンダレに合うのはやっぱりワタリガニが一番かもしれない。伊勢海老はね、なんかもったいないっていう気になっちゃうな。クルマエビとか赤エビでもいいなーって感じですね。はい、ということで今日はこちらのワタリガニと伊勢海老のカンジャンケジャンときましたら、お飲み物をこちらでいってきたいと思います。せーの、ジャン、ギアのやつパカッと開けて、はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。久しぶりのケジャンは染みますな。それじゃっくり食べていくよ。はい、そうしましたら4日経過しました。ちょっとさすがにね、つかり浅いなと思ったんで4日つけてみました。すごい香りが全然違う。かなり使ってますね。だいたい3日で終わらすこと多いんですけど、今日ちょっとね、4日いっちゃいましたね。浅漬けと深漬け、どっちの方がうまいかっていう問題ありますからね。うわ、もう伊勢海老もこんなになってます。真っ黒ですね。鮮度的には問題ないと思うんですけどね。ちょっとここで立ち食いで申し訳ないですけど、食べてみますね。あ、でもカニいい感じだな。まあやっぱこのくらいつけなあかんかな。いただきます。うわ、皆さんすいません。このケジャンは3日つけなあかんすね、最低。これだ。うまい。正解これでした。打ち粉もいきますか。ケジャンの打ち粉をプリンみたいに食べちゃいますから、いただきます。うまい。伊勢エビですね。めちゃくちゃ使ってる。プリッと。うわ、いただきます。うん、伊勢エビもこのぐらいつけた方がうまいですね。というわけで結果、ケジャンは3日つけましょうと。今日はここでエンディング撮っちゃいます。作ってみて分かったのは、このタレのレシピは結構完璧に近いですね。で、漬け込みはやっぱり3日漬け込んだ方がいいですね。ほんで伊勢海老はケジャンにするのはもったいないなと。
思いました。鮮度のいい伊勢海老が入ったらお刺身か、それか丸焼き、炭火で丸焼きで豪快に味噌ごとかぶりつくのがやっぱ一番うめえかなと思いましたね。渡りガニのメスは相変わらず鉄板でしたね。めちゃくちゃ美味しかったです。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。